のミ,ミュージックどうもミノです本日はですねビートルズの知られざるエピソード紹介ということでやっていきたいのですがはいこちらの書籍読みましたザ・ビートルズ史誕生マーク・ルイソン長ということでえこちら上下巻ですね大体2つあって1600ページぐらいというものすごい <laughs> え分量の本です、はいえー、しかもねこのサブタイトル誕生ってある通り 下巻の最後でようやく Please Please Me をジョン・レノンドが書くみたいな、それぐらいのスピード感。だから、めちゃくちゃ詳しくビートルズがデビューするまでをね、詳細にこう書き綴っているという、そういう感じの内容なんですが、ビートルズの関連書籍、俺これまで死ぬほど読んできてます。だけど、この本よりも詳しいものはもうないって断言できますね。 マジで知らないエピソードがたくさん入ってました。で、非常にね、興味深いものが多かったんで、ここ付箋を貼ってですね、ちょっと面白いエピソードピックアップしてるんですが、それらを紹介していきたいと思います。はい。もうね、ビートルズマニアの人たちでも、 それ知らなかったなっていうね、エピソードがたくさんあるのではないのかなと思います。はい。まず一つ目。えー、制限は57年か58年くらいですかね。えー、移動遊園地にポール・マッカートニーが友達と行くんだけど、えー、ナンパをしたいと。えー、ナンパ女の子を引っ掛けに移動遊園地にポール・マッカートニーが行くということで、でこの時たまたまね、リンゴスターも同じ場所にいたんですよ。そういうのを調べてんのがすごいよね。 本当にたまたまリンゴとポールが同じ場所にいた。まあでも、あのリバプール狭い街なんでそういうこともね、まあ、あり得るということで、はい。えー、ポール・マッカートにナンパに失敗するんですが、えー、この日がですね、リンゴスターの童貞卒業の日だったということで、そんなの本に書くなよって感じだけど、その辺の茂みでですね、引っ掛けた女の子の処女をリンゴが奪って童貞卒業を晴れてしたということで <laughs>、そういうことが書いてある本なんですよ、はい。もうね、 ほとんど、えー、全員のメンバーから多分、童貞卒業の瞬間までこれ書いてあります。やばいよね。本当に、めちゃくちゃ詳しい本です。えー、リンゴスターの童貞卒業は青勘だったということで、はい。一つ目のエピソードでした。はい。えー、続きまして、こちら、もう有名なエピソードですね。この本の中でも結構目玉だと思うんだけど、ジョンとポールが初めて会った日ま、あ初めて会ったっていうか、ま、あやっぱりリバプル狭い街なんでなんかいろいろすれ違ったりはしてた可能性はあるっぽいんですけども、まあ、ちゃんとしっかり出会った。 えー、瞬間。あの映画ノーエアボーイとかでもこの描写されてましたけど、まあ有名なシーンですよね。コーリーメン率いるジョン・レノンが、えー、教会のパーティーかなんかでこう演奏してて、で、それをポールが見に行って、で、その後ポールが話しかけに行くと。結構ね、このシーン知ってる人も多いんだけど、えー、まずですね、ギターを、えー、ポールがこう、ジョン・レノンに借りて演奏、そして歌を披露するんだけど、えー、まあギターを逆さにして色々演奏するわけですね。で、この辺でもうすでに、 えー、ジョン・レノンちょっとこいつやべえぞってなるんだけど、まあ、この辺までは結構知ってる人多いと思うんですよ、このエピソード。で、まあ、あビーバッパ・ルーラとか、えー、エルビスの曲とかやったりとかするんだけど、そっからですね、えー、これ、ノーウェア・ボーイの映画でも、えー、描写されてなかった箇所なんだけど、ポール・マッカートニーそのまま、ピアノに移動してですね、リトル・リチャードの曲を演奏すると、ロング・トール・サリーとか、えー、そういうのを演奏して、で、それがもうジョン・レノン的にはこいつマジでやべえってなったっていう瞬間だったらしいです。はい。 俺はこれまでてっきりだからギターを弾いて歌って、で、それを、まあ、ジョン・レノンが才能を認めて、え、友達になるっていう流れだと思ってたんだけど、ピアノもやってるんですね。この時からポール・マーカートにピアノも結構上手かったということで、まあ、そんなんやられちゃったらね、えー、それはこいつちょっとエグいなってなるよね、という、はい。 ま、あこういう定番のエピソードもより詳しく載ってると。はい、続きまして、え、アーサー・キリーという当時のビートルズのメンバーの周りにいた、え、友人のポール・マッカートニーに関する証言ですね。え、これも本当になんか当時彼らがまだ学生だった頃の話なんだけど、え、賛美歌を歌う時にポールがメロディーを歌うのを聞いたことがなかった。どういうことか。いつもハーモニーのパートを歌っていたんだと。え、横に立ちながら思って、こいつどうやったらそんなことができるんだ、ということで、はい。 えー、学校の、まあだから全校集会とかでですね、まあ賛美歌を歌う機会があったみたいなんだけど、ポール・マッカートニーも毎回ハモリを歌っていたと。えー、もうこの頃からですね、なんかそういう音楽の和製の部分のもうなんか脳みその回路がえげつないぐらい、えー、発達してたってことですよね。はい、続きまして、えー、ジョン・レノンが、えー、セルマという女性と付き合っていた、交際してた頃のエピソードなんですが、えー、シンシア・レノンと出会うっていうか、まあ付き合う前のガールフレンドですよね。 あの、二人はセックスすることを、まあ、因語で5マイル走りに行くっていう、まあ、言葉で表現してたらしいんですよ。で、セルマンにちょっと5マイル走りに行かねえかって言って、で、彼女がいいよって言うと、ジョンが行ってたアートカレッジのですね、美術史の、えー、教室に、えー、入っていくと。 はい。だから学校でそういうことをやろうとするわけですよ。で、誰もいないと思ったんだけど、えー、もう一組カップルが、もう先客がいたと。で、それも構わず、ジョン・レノンがちょっともうことを進めようとするわけですね。で、セルマがそれをちょっと嫌がって、えー、もうこの部屋から出たいと言って、体を起こした瞬間にジョン・レノン逆上して、 えー、セルマさんを殴ります、えー、彼の拳は私の頭と肩の間、えー、ちょうど首のあたりに命中しましたということでそっからですねまあ,あの関係が結構こじれちゃうんだけどまあジョン・レノン DV みたいな、えー、こと結構聞く機会あると思うんだけどやっぱまあこういうエピソードが由来ですよねでジョン・レノンあの女性に暴力を振るってた過去すごく後悔していてあのサージャント・ペーパーズ収録の「ゲッティング・ベター」とかでもね、えー、そういうの歌ってたりとかします ポ、まあ、ールの曲なんだけど詩で、えー、ジョンがそういうことを、ねまあ、付け加えているとか、まあ、そういうのがあったりとかその辺りの根っこになっている部分のエピソードの1つといえそうですよね、はい、続きまして、えー、ロックロールのレジェンドエリー・コクランがですねリバープールに来てライブを行うとでこれに、えー、ジョン・レノンポール・マッカートニージョージ・ハリスンそしてスチュワート・サトクリフあと友人の1人がですねこう、まあ、見に行くと。 ま、そんな機会めったにない。イギリスはやっぱですね、このもうアメリカのロック大好きでたくさんこう、えー、輸入して聞くっていうもう文化が根付いてるんだけど、やっぱり本国からアーティストがこう来てライブするっていう機会は少ないわけですよ。で、しかもリバープールにエディ・コクランが来るということで見に行くんだけど、ジョン・レノンは全く感動を覚えなかったというね、<laughs> 感想。すごくないそれ。 自分のアイドルとライブを見ても全然感動しないと。これ結構おもろいんだけど、この時に限らず、えー、それ以前もその後も同じだった。自身が言うように、ジョンは終始レコード愛聴家だったのだということで。ジョン・レノンが、この後も、結構この、彼自身がね、え、アイドル視してるアーティストのライブを見る、え、描写、この著作の中で出てくるんだけど、全然感動しないんですよ。だからジョン・レノンはなんかライブを見るっていうのがそもそもそんなに好きじゃなかったみたいですね。はい、続きまして、えー、ビートルズ。 ノーマン・チャップマンという方がドラマーだった時期がありました。ビートルズやっぱりですね、まあ、あの、ピート・ベストがこのデビュー前にリンゴスターとこう交代するみたいなそういうエピソードもあるけど、ドラマーが一番この安定しなかったんですよ、ラインナップで。で、まあ、ノーマン・チャップマンという方がですね、兵隊に取られてしまって、ドラマーを失うと、えー、そういう時期があったんだけど、ビートルズなんとですね、この時期、ポール・マッカートニーがドラムを担当します。はい。 ビートルズの正式ドラマーがポールだった時期がデビュー前にあったと。なんか、ポールのね、このマルチインストルメンタリストっていうか、このいろんな楽器を演奏できるようになった経緯とかも結構詳しく載ってんだけど、それこそだからギタリストからベーシストに転向する経緯とかもね、いろいろあるんですが、でも正式なドラマーとしてメンバーでやってた時期があるっていうのは結構、これは意外でした。はい、続きまして、ビートルズハンブルグに向かいます。 えー、これも有名な話ですね。えー、リバプール時代何度も何度も、えー、ドイツ北部の都市ハンブルグでこう遠征をして、えー、たくさんライブをして、こうね実力を高めていったみたいな、そんな時期の話なんですが、 えまず、オランダを経由します。オランダを経由して、アーネムというえ街に行くんだけど、ここですね、楽器屋を見つけて、メンバーそれぞれね、ドカッと入っていくんだけど、ジョン・レノン、ハーモニカを万引きします。はい。えー、すっとポケットに滑り込ませ、外に出た時みんなに見せたのだったとか言う。 ねすごいよね。こう、ハンブルグについてすらないのにそういう崖を盗むみたいな。で、えー、ジョン・レノンはもう堂々としてて、それで嬉しそうにそのハーモニカをね、吹いていたということで。狂ってるよね、本当に。あの、ジョン・レノンのそういう無鉄砲な感じのエピソードものすごいたくさん出てくるんだけど、これはその中でもね、結構面白いなと思ったうちの一つですね。 え続いてビートルズがハンブルグから帰る時のエピソードなんですが、これ結構ひどいです。ポール・マッカートニーとピート・ベストが、あの、泊まってたまあホテル、まあ、ホテルっていうかなんかすごい悪い環境に寝、ね、泊まりしてたんですよ。もう不潔だし、暗いし、狭いし、みたいなそんなとこにみんな泊まってたんだけど、 最後、イギリスに戻る前に、まあ、置き見上げということで、コンドームに火をつけて、コンクリートの廊下の、えー、壁にま止めといてっていういたずらを、まあ、やるんですよ。で、それが思ったより燃えちゃって、タペストリーが、壁のタペストリーが焦げたりとかするんですね。まあ、そういういたずらをしてビートルズはイギリスに帰るんだけど、この、えー、くだらないいたずらが後々にものすごい尾、えー、ひれを引くというか、 これはね、あのドイツの人たちすごい怒らせるんですね、あの関係者。 であのポールがなかなかこの後にねハンブルグに全部で5回ぐらいビートルズ行くんだけど、えー、入国しづらくなっちゃうんですよコンドーム燃やした事件のせいで,でこのなんかいたずらは結構実はキャリアにもね影響してくる、えー、1個の事件というかねまあ、めちゃくだらないんですけどねまあそういうのも、えー、書いてありますはい続きましてこれもハンブルグ時代のエピソードですねポール・マッカートニーが他のメンバーと比べてずっとまともなギターを持ってない時期がありました えー、ハンブルグ行って結局なんか持参したギターをもう弾かないでですね、まあ、12週間とかするともうピアノばっかり弾くようになるんですよでステージ上でもポールはもっぱらアップライトピアノ担当みたいな時期がありましたでこの頃だから週38時間ポールはステージ上でピアノを弾いていたということで、まあ、こういうのもあってポールがねあのメンバーの中でももうズバ抜けて鍵盤が弾けるメンバーになる、えー、というね、まあ、そういうののね1個エピソードと言えますよね 続きまして、これもちょっと有名かもしれないですね。ビートルズハンブルグ時代、えー、覚醒剤を使用していたというね、話。まあ、スピードですね、えー。有名だと思うんですが、それとの出会い。プレルディンという、まあ、錠剤で、 えー、まあそういうアンフェタミンが入ってる、えー、ものなんですが、ハンブルグのこの、えー、過酷な長尺のステージをこなすために、えー、ビートルズのメンバーはこれを服用していたということで、ジョン・レノンとジョージ・ハリスン、そしてスチュワード・サト・クリフは結構ハマるんだけど、ポールはやっぱちょっとね、この一歩引いてるっていうか、 ま、結局やるんだけど、あの、他のメンバーほど熱心ではなかったということで、これも、あの、60年代中盤頃に、まあ、メンバーが LSD をやるようになった頃にちょっと似てるというか、ポールはやっぱ毎回慎重なんですよ、新しい薬物に対して。うん、結局最終的にやるんだけど、いつも最初は、えー、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンが始めて、その後に、ま、ポールが、えー、ま、しぶしぶ続くという感じですね。で、しかもこのあたりから、このハンブルグ遠征が終わって、リバプルに帰るたびに、ジョン・レノンはもう、えー、 スユとしてもう捕まるリスクを犯してまでものすごい量のプレリーをこうスーツケースとかに入れてリバプリに持ち帰るんですよだからもうこの頃ぐらいからビートルズっていうかもう解散ぐらいまでずっと薬物とはちょっと切っても切れない関係にあったと言えますねはい続きましてえージョージハリスンが初めて車を買った時のエピソードなんですけどこれも結構狂っててえーリンゴとジョージがカーレースをするんですねでこの時 リンゴはまだビートルズのメンバーではないですね。で、まあその時からでも仲がいいと。リンゴスター当時なんと無免許でずっと車を運転してるんですよ。まあそういう時代といえばそういう時代なのかもしんないけど、えー、ジョージ・ハリスも結構荒っぽくて車を買ってから数ヶ月の間にスピード違反の警告2回受けてるということで、はい。まあそんな感じの、えー、車大好きな2人なんですが、車を買った日に、えー、ジョージとリンゴカーレースをしながらキロに着くということで、はい。 で、この時の勝者は、えー、ジョージ・ハリスなんですが、えー、なんでリンゴが負けたかというと、犬が道路に飛び出してきて、それを、えー、まあ、引き殺してしまうという、<laughs> あの、急ブレーキを踏んで犬を引いて、えー、それでリンゴが負けるんだけど、その後、 のエピソードがマジでなんか不可解でバックミラー越しでリンゴの行方を探したが見つからないえー、そこから4ヶ月以上ジョージはリンゴの姿を見ることはなかったが、えー、ずっと彼の意識からリンゴが消えることはなかったということでどういうことかっていうとだからあリンゴなんかちょっと犬かなんか引いて事故ってんなってバックミラーで見えてんのにもかかわらずジョージ・アリスそのまま家帰って連絡も取んないで4ヶ月ぐらい会わなかったっていうどういうことっていう話ですよねこれね なんかね、あの、全員結構破天荒なんだよな、ビートルズ。え、続きまして、また、え、別のハンブルグ遠征の時の話ですね。え、で、この時もジョン・レノン、プレリー、まあ、覚醒剤をめちゃめちゃ服用して興奮状態で、え、みんなが泊まっている部屋に、こう、勢いよく入ってくるわけですよ。で、その時、ポールは女の子と一緒に、ま、ベッドに入っていたと。え、で、ジョンはその子の洋服を全部ハサミで切り刻み、 ま、ドイツ人の女の子なんでしょうね。えー、衣類を上からハサミで突き刺した。えー、全員ベッドに寝ながら畜生、俺を殺しに来ませんようにと祈っていたということで、えー、ジョン・レノンは口から泡を吹いていて正気の沙汰ではなかった。という、めちゃくちゃだよね。なんか、もう <laughs>、 ジョン・レノンって結構本当になんかすごいみんなから尊敬されてるし憧れの存在なんだけど同時に恐れられてもいるという。はい。こういう感じの振る舞いを常にしてるんだけどそれでも、ここにも書いてありますけど、ポールとジョージによる崇拝が揺らぐことはなかったのだということで狂ってますね。はい、続きましてこれもハンブルグ時代です。ハンブルグ時代、ポール・マッカートに、まあリバープールに彼女がいたんですけども、 まあやっぱりこうそういう場所離れてハンブルグでライブしまくっていてもナイトライフですよ。女性とたくさん知り合う機会も多いからまあ浮気をしまくっていたと。ウェイトレスのエリカ・ウォーラーズという方とまあ長期間の関係を持っていたんですが、えー、娘ベッティーナという子をね、まあ出産していて、この子の父親がポール・マッカートニーだとまあ主張されていたと。 で、これは後にポールの子じゃないっていうのは判明するんですけども、ここまでは結構なんかありそうな話だけど、注釈で、この主張は正当である可能性が強かったため、1966年頃から秘密裏に生活費が支払われていたと。で、これは損害賠償でもなくて認知もしてないということだけど、81年になって、 もうだからすごいよね。だいぶえ払ってたんですね。81年になって娘がこれまで以上の最低額を要求したことで公になったということで。後に血液検査をして、結果父親ではないということが判明したんですが、まあ、このハンブルグで巻いた種、まあ、結果撒いてなかったんだけど、えー、もうしばらくの間ポール・マッカートニーはこの件についてお金を払っていたと。そういうのがありました。 続きましてですね、今度、ジョン・レノンの女性関係ですね。これもハンブルグ時代。ベッティーナ・ダーリーンという方と関係を結んでいたらしいんだけど、えー、イギリス人のミュージシャンの間ではビッグ・ベティと呼ばれていた、えー、この女性、なんと体重が127キロということで、えー、<laughs> すごいよね。えー、ジョン・レノン二人はもう街の噂となっていたと。おもろいよね、こういう、なんか、その <laughs>、ジョン・レノンの、 この、まあ、女性関係の1ページですけどもそういう女性と仲が良かった時代も、ね、あったということで、はい、髪の毛は巨大に盛ったビーハイブスタイルで、えー、心が広く英語を少し話しユーモアのセンスが強烈な女性ということで、はいはい、続きまして、えー、リンゴスターがビートルズに加入してからのエピソードです えー、リンゴはビートルズに入って何日かのうちにファンの女性を新たな恋人にしていたと。はい。これ YouTuber がやったら大炎上ですね。<laughs> ファンにね、手を出してはいけないという不分率が YouTuber ありますけど、まあ、えー、ビートルズ、ファンに手を出しまくっていたということで、リンゴ。 えー、この時にですね、後に結婚するモーリーン・コックス。はい。モーリーンですよ。有名な。えっ、ー、と、出会って付き合うんだけど、だからもう本当にビートルズに加入してすぐにもうね、えー、モーリーンと仲良くなったんですが、この、えー、メアリー・モーリーン・コックス。キャバーンの常連客で、なんとですね、ポールと付き合っていたこともあったという。はい。狭いね。 狭い中で女性をね、共有してたというのが <laughs> 伺えるエピソードでした <laughs>。続きまして、えー、リンゴがビートルズに加入してほん、ほんのちょっとしか経ってない時期、えー、リンゴは初の自作曲をメンバーに聞かせていると。はい。何の曲なのか。これなんとですね、Don't Pass Me By なんですよ。この時にもすでにリンゴは Don't Pass Me By を書いてて、えー、メンバーに、えー、もうだからビートルズ加入後すぐに共有しているという。はい。 不思議だよね、これもね。まあ、後に、えー、ホワイトアルバムに収録されるナンバーですけども、まあ、だから本当に正式に発表するまで10年近く書いてから経っているということですね。はい、そしてこれが、えー、まあ、最後のハンブルグ遠征のエピソードなんだけど、この時、えー、一緒に演奏するのがリトル・リチャードなんですよ。えー、ビートルズ、リトル・リチャードとライブをやりまくってた時期があるんですね。で、この時もやっぱ、リトル・リチャードみんなのもう大ヒーロー、ね。 えー、すごく学ぶことも多かったと思うんだけど、リ,チリトル・リチャードとこのライブの内容もすごくて、えー、毎回グランドピアノの、えー、蓋の上に立って、えー、もっこり膨らんだ海水パンツ一枚になるまで服を脱ぎ散らかすというね、最高のストリップショーでもあったということなんですが、えー、その時にですね、えー、リトル・リチャードの、えー、バンドのメンバーとしてビリー・プレストンにも出会っています。はい。だからビリー・プレストン結構ね、えー、付き合い長いんですね。 えー、ビリー・プレストンの、えー、ビートルズに関する証言。これも面白いです。しょっぱなから僕はビートルズが大好きになった。おそらく僕が彼らにとって最初のアメリカ人のファンであり友人だろう。ジョンは偉大だった。面白くて非常に賢くてしかも抜け目がない。彼のユーモアと不手ぶてしさが一瞬にして僕の中で憧れに変わった。彼が特別な人間だったことがすぐわかる。おそらく天才だろう。当時からすでに際立っていて。僕のように全く世間知らずの子供にもそれはわかったということで。はい。 えー、そういうね証言が当時から残っていますはいということでいかがだったでしょうかちょっといろいろね、えー、マーク・レイソンのザ・ビートルズ誌から、えーまあ、ビートルズマニアを辞任する私ですけども、えー、知らなかったエピソードそして、えー、その中でも特に興味深いなと思ったものを紹介していきましたがいかがだったでしょうか、えー、もしねお時間が許すんだったらぜひこの本めちゃくちゃ面白いんで読んでみることをおすすめしますはいそんな感じでミノミュージックでしたそれでは